はいどうも、マナブ18号です。はい、グッチテルです。はい、甲子園球場来ております。朝から悲しいニュースが、ウェポン戦力外通告ってことで、上本選手ね、いやほんまに僕の大好きな選手がね、どんどん阪神からいなくなっていくっていう、ほんまに悲しいな。そういう時期ですよ今はね。仕方ないです、仕方がない。昨日ね、藤川球児投手がね、9回2アウトから出てきてくれて抑えて、いやほんま感動した。一押し缶バッジじゃーん、藤浪投手。すごい。4回1失点、まあ、自責点はゼロやからね、まあ、エラー絡んでますんで、藤浪投手のね復活と、今球児さんのね登板と、大山選手のホームランと、まだね楽しみはたくさんありますんで。あります、あります、ね、持っていてへんやろな、荷物検査や。いやいや、ないっすよ。何おにぎりないやろな。ないわ、おにぎりなんて。甲子園球場、瓶かおにぎり持ち込み禁止やぞ。いやいや、瓶はしてるけど、おにぎりは今日は大丈夫。今日大丈夫っす。今日大丈夫。今日大丈夫っす。失態はいたしません、一切。球児、球児さん出ないと思うけども、一応ね、僕ね、厳しく監視しときますんで。お願いします、はい。その説はどうも。その説はどうも。今日はピッチャーがね、西投手と大野雄大投手の投げ合い。いや、これは見物。見物ですね、これが見物ということで、はい、甲子園球場行ってきます。はい、よっしゃ、勝つぞ、勝つぞ。はい、甲子園球場入りました。今日はね、レフトスタンド最上段ってことで、眺めがいい、眺めがいい。はい、こんな感じです。はーい。おお、めっちゃ気合入ってるやつおる。めっちゃ気合入ってるやん、この人。おい、しゃー。勝っても負けてもウサギ命ね。書いてない、書いてた、本当に。ただね、1点先制されました。早い。強打選手にホームラン打たれて先制されました。はいはい、おー、やばい、長打や、またやばいやばい、三塁行かれる。あれ、やばいやばい。応援しましょう、応援して頑張ろう。逆転や、逆転や。やりましたよ、川選手タイムリー。はい、今日のご飯は見てください、ゆうちゃんの背脂醤油ラーメンということで、西投手6回1失点、6回1失点のナイスピッチング続いてますんで、西投手のラーメン食べたいと思います。じゃーん。はい、背脂たっぷり、煮卵も入って、メンマ、チャーシューで、もやしとね。うん、うまい、ほんま屋台のラーメンって感じ。あったまる。めっちゃ寒いんで、レフト最上段めっちゃあったまりますわ。これ食べて西投手応援したいと思います。はい、遠い夜空にこだまする、龍の叫びを気にして、いざ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴン、敬意を込めて、敵に対してね。バッティングコーチ、村上バッティングコーチなんやな。俺のバッティングの師匠やから。あ、そうなんですね。ぜひぜひ教えてもらったから。ぜひ一言、村上さんに。村上さん、お互い頑張りましょう。いい試合をしましょう。生意気やな、めっちゃ生意気やな。誰かおる、誰かおるぞ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 、俺。うわー、ライナー、やったー、ちゃうもんだよ、終わり。
負けてるんで公式戦の際の阪神タイガーススタジアムにて皆さん、明日も横浜で試合があるので、はい、皆さんで一緒に明日も勝つ前で締めたいと思います。よっしゃ、まあ、このご時世なんで皆さん心の中でお願いします。心の中で、それではいきます。明日も勝つ前藤田美カンニング、はいカンニング、はいカンニング、はいカンニング、皆さん覚えてくださいね、よかったらあ、皆さんにな、皆さんに覚えてもらうために見せてたよな。そうそうです、当たり前じゃないですか。カンニングじゃないよな。当たり前じゃないですか、な本当に。やらしたやらした、はい、阪神勝ちました。よっしゃ、5連勝しました。西投手1失点完投勝利、11勝目、さすがエース。素晴らしいですね。さすがエース、まあ、先制されたんですけども、すぐね、糸原選手の、ツーベースヒットで追いついて、その後1点勝ち越して、はい、陽川選手が、タイムリーツーベースヒット打って、はい、3対1で勝ちました。よっしゃよっしゃよっしゃ、 これで阪神が中日抜いて2位になりました。イエーイ、あれした、強い終盤、強い阪神、去年もそうやけども、終盤の追い上げがすごい。巨人負けた、やりましたよこれ。まだ首の皮一枚繋がってますよ、はい、優勝全然優勝ありますからね、はい、いやなぜ、めっちゃ泣いてるやん、めっちゃ泣いてるやん。なぜ僕落とすのか分かんないですけど、めっちゃ泣いてますやん。いや、目って曇ってだけということで、まだ阪神、はい、また来年会おうね。あ、来た、来い来年会いましょう。なんか逆にさよなら、逆に機嫌良くなってる。ハイゴレ、ショックのあまりめっちゃ笑顔になってモテる。謎の人。あれ中日ファンのおばあちゃんなんよ。おばあちゃんなんよ。あれおばあちゃん、昨日は2連敗して阪神に2連敗して結構落ち込んでてんけど、ね、逆に笑顔になっとった。怖いやつじゃない、怖いやつ、逆に怖いやつということで、はい、甲子園球場からでした。ガオー、はい、ガオー。